スライドレールの取り付け方の手順ですね、引き出しの本体と家具の本体という2つを並べました。でまずは墨付けの仕方ですね。真ん中に線を引きます。作る人、家具屋さんとかによっても違います。で僕が考えるに、まあ僕そんなに物理とかわからないんですけども、真ん中につけても真下につけても同じかなっていうようなので、僕は基本真ん中に線を引っ張ります。引き出しの全長の高さが70ミリです。はい、じゃあ70÷2、35だから35のところに線を引きます。この手書きゲージよく使います。で僕ら一般的に精度の高い仕事をしたい時っていうのは、鉛筆の線が増えれば増えるほど、その誤差が増えていく。僕らは物理の力を、信用します。その時にこの手書きゲージですね、35のところに持ってきて、引き出しだったら上場じゃなくて、どちらかといえばこの下を基準に優先してあげたらいいかと思います。ここにこう引っ掛けてやるわけですね。引っ掛けて、はい、ただこれが1万5000円ぐらいします。むちゃくちゃ高いですね。教室の生徒さんもこれ欲しいという人多いんですけれども、一般ではおすすめしません。それだったらもっといい電動工具買っちゃってくださいっていう形ですね。代用できるもの、ノギスってありますね。例えば、まあ、これ今デジタルなんですけれども、35に合わせて、そうするとノギスも実はここフラットになってるんです。まあ、ちょっとこのグラグラするっていうのはありますけれども、こうグッとしっかり押さえてもらったら、これでも同じようにこんな裏技もあります。で、僕らはそういう物理の力を使って墨線を引くというのが一番いいかなと思ってます。ホームセンターにこんな毛引きというものが売られてます。で、精度の高い家具を作るときは鉛筆じゃなくてこういう毛引きを使ってやったりしますね。ではですね、今度は本体に線を引っ張っていきます。じゃあ考え方ですね、ここの上の空き具合というのは任意です。を何段かにしたいという場合ですね、何段階にしたいという場合に、ここが底板がここにすると嫌なので、だいたいここの間に5ミリ隙間を開けてやります。はい、でもっと重いものを乗せたいと、深い引き出しを作るときは5ミリと言わずに8ミリとかちょっと深くしてやったりもします。なんでかというと、こう重みで前に出てきたときにたわんで干渉するみたいなこともありますんで、だいたい5ミリですね。本体の方に先につけてもらっても、こちらにつけてもらってもどちらでも大丈夫です。ちなみに通常購入されたものははめられた状態で、届くと思います。なんですけど、ここカチッとこういう風に上げてもらうと大体のものが外れるようになってます。で初めての人不安になると思うんですけれども、スライドレールって右と左でそれぞれ違うものというように考えるかもしれません。なんですけど全部同じものです。右も左も同じ形ですね。外すときにこれをカチッと上に上げて外すような形になりますので、こっちは上げてこっちは下げる、こんな形の外し方になります。これがここにつきますよと。この向きですね、小口というのが前板側と奥、もう向こうの方ですね、見えない方に向きとしてはきますので、スライドレール自体はこちらの横の何も見えない綺麗なところにつけてあげましょうねというふうにしていきます。この穴に目分量で構いませんので、中心に来るようにこう 1,2,3 点をこう覗きながら合わせてやります。じゃあ前後の位置っていうのはどうしたらええねんとなるんですけれども、それはここに何か板をあてがってポンとつけてあげてください。これが例えばこういうふうにちょっと前に出ちゃったっていうふうになったら、前板とここの間に隙間ができて見苦しいです。かといってこれが後ろだと、閉まった時にこの引き出し自体が前に出ているような形になります。だからこの前後に関してはこっちに出てもこっちに引っ込んでもどちらも嫌なんですね。ということでこういう板にあてがってこれで固定してやりましょうと。でまあ、通常僕ら慣れてるので、教室でもまあ会員さんはこのままビスでトルルルルと止めていくんですけれども、もし初めに慣れてないなという方は両面テープ、まあ、できたらその強力なものを使ってあげてください。今こういうふうに分割して切っているのは、ダーッと貼ってしまうとこの穴からさっきつけた印が見えなくなってしまうからですね。これでつけてやります。はい、中心、はい、これでグッグッグッと押さえてやります。この状態で止めていってやります。よくある質問、ビスですね、鍋蓋等
トラスの形のものとこういうものですね。どっちがいいのと、まあ慣れてれば全部ここもう普通にどんなビスでも留めてって大丈夫です。特に決まりはないんですけれども、一番ベターな方法、僕のおすすめとしては、鍋蓋はこっちの上下を調節できるように留めてあげて、皿ネジはこっちの方を留めてやる。そういう風にしてやると一番いいかなと思います。ちょっと一回、検証してみましょう。はい、円の中心じゃなくて端っこに打ってみますね。はい、でこうやってよし、じゃあ打つぞ、ギュッとやると、動かなかったな、両面テープ貼ってるから、まあ、そのためにも両面テープって有効なんですけれども、スライドレールのこの穴だとしてください。でこれちょっと今適当な道具持ってきたんですけれども、これもし位置がずれました、ビスを中心じゃなくてこっち側に打っちゃいましたよっていう時に、本体にもうここの先端は刺さっているので、それが入っていけばいくほどクククククッと穴がそちらに引き寄せられていくんですね。つまりスライドレールが移動しないように、この首の部分がフラットな、この鍋蓋トラスを使ってやるといいですよと。でこのトラスでまずはここの部分、縦長の調整穴ですね、そこの部分を止めてやりましょう。はい、でこの時に気をつけることは、引き出しの材料は、軽くて柔らかい木がいいですよというふうに説明したんですけれども、このままずっとぐーっと回していると螺旋がこの材料を切ってしまって、もうブカブカになっちゃいます。それは一番避けたいですね。引き出しとしての強度が全くなくなります。手で動かしても、びくともしないぐらいになったらそこでストップです。じゃあ同じようにこんな感じですね。なのでドリルドライバーをおすすめします。トルク調節できるものがあるのであれば、トルクを一番最弱にしていいところで止まってやるようにしてください。まず鍋蓋でこの3点を止めてあげて、まだここの小さいネジというのは止めないでおいてください。これは本体を取り付けた後、微調整ですね、引き出しづらいとかそういうものがないか確認した後で最終的に止めてあげます。ここがこの皿とこのトラスの大きな違いですね。このトラスや鍋というのは平面で押さえつけてます、グググッと。だからちょっとでも緩んでたら 0.0 コマ何の隙間でも締め付け能力っていうのがなくてカタカタ動くんです。だから僕のおすすめとしては、全部この鍋蓋トラスで止めるよりも、ここが錐になっているもので、わかりますかね、こういうふうにグググッとこの円周を押し込んで止めてくれるようなサラビスが、おすすめいいかなと。だから使い分けるというのが一番いいような気はします。全部もちろんトラスでも全部サラネジでもいいです。実際僕らも教室ではめんどくさい時には全部もうサラネジでいっちゃいましょうみたいな風にしてるんですけど、まあね、せっかくこれちゃんとしたやり方を動画として説明するのであれば、こういう形で使い分けてやるというのがいいと思います。それでは本体の方にレールを取り付けていきましょう。本体の方に取り付ける時には、まあ、こちら2種類の方法があります。1つはインセットで、もう1つはかぶせ、前板が内側に入るか外側にかぶさるかということで変わりますね。まずかぶせの方からやってみましょう。アウトセットですね、まあ、こういうふうにまた同じく穴が開いています。で、まあ、スライドレールの種類にもよるんですけれども、本体側の方はだいたいこの前後調整の方がメインになっているというふうに思ってください。狭い引き出しを何段も作るとき、仕切り棚ですねを入れてある、本体の場合はこれ取り付けるのがすごい難儀になります。ですので、まあ、事前にこの本体の方に取り付けておいてから組み立てるというような形になります。とりあえず1段を作るということで今回はやっていきます。はい、で前後どういうふうに合わせるねという話になるんですけれども、かぶせで取り付けるときにはこの位置関係結構重要になってきます。僕らは基本的に、まあ、小川君もそうだね、若干下げる、はい、はいはい、もう本当 0.5 ミリとか1ミリぐらいですね、下げてやるという形にします。なんでかというと、これが少しでも前に出てきてしまうと、前板がどうしても閉まってもここにぶつかって隙間ができてしまいます。ですので、こういう形で下げてやると、これで1点止めつきました。ちょっとこれセンターずれたかなとかいうときは、これ緩めたらこれだけ
遊びがあって動きます。ですのでここかなと思うところで締めてやってください。試しに緩めます。じゃあ今ピタッと中心線合わせているんですけれども、これをサラビスでレールがどう動くかちょっと見てみましょう。キュッと今動いたのが分かりますかね。こっちはちょっと緩めに止めてるんですけども、このサラビスだと位置がもう完全に決まってしまいます。穴のところに錐がはまって、ここっていうところでピタッと止まってしまうということで、サラビスから始めようとするとやっぱり自分が、その思ったところとずれてしまうということが往々にしてよくあります。ですので初めはこの鍋蓋で止めてやるのが一番いいかなと。で、長板を止める用のこういう、ビットもありますね。はい。で、まあ、こういうふうに穴が開きますよと、ちょうどセンターを出す、これ何ビットっていうんでしょうね、みたいなものもあります。はい、では実際に入れてみましょう。スライドウェルというのは初めて入れるときすごい硬いです。きちんと最後まで入れたら初めてその時点で、はい、機能してくれます。ちょっと硬いのかな。はい、今見てもらって分かる通り、途中で止まってしまう理由としては、一つですね、左右の幅がここがちょっと硬いと嫌なパターンですね。これまたちょっと後でまとめて、その修正の仕方っていうのを、まだ取らせてもらいますが、これが一番嫌なパターンですね。足りない寸法が足りなくて、動かないっていう時もありますし、ここの幅がきつすぎてこれがキュッと引き出しを挟んでいて動かない。じゃあその修正方法はどうするかというと、一つはもうこの引き出しの横を若干削ってやる。じゃあ逆に開いていて動かないというような場合はどうするかというと、この引き出しの横ですね、本体の引き出しの横の方に両面テープの少し厚手のものをパッてやって、でそこの足りない分を稼いでやるというような形をしたりもします。はい、ということで、厳密にまあちゃんと作っていてもなかなかそういうふうに、うまく締まらないこともあります。外せる状態ですので若干ちょっと広げてあげましょう。でさっきちょっときつかったのをちょっとここの幅をこう本体の方を広げてで調整したんですけれども、実際に組み立てたらそういうことができません。そういう時はもうここをカンナで削るとかそういう形ですね。場合によっては全然見当違いでもう1ミリ2ミリ削らなきゃいけないとか、そういう時はもうトリマーでここを掘って微調整したりしても、いいかと思います。これはランプのソフトクローズ機能。じゃあ1回押してみます。はい、こういう形で静かに閉まってくれますよと。はい、ここに前板をつけていきます。前板の取り付け方は、共通になるんですけれども、今回はかぶせで考えてますんで、ここの前板にこれをつくと。でさっきも言ったんですけれども、スライドレール今こうやって見るとしっかり取り付いているように見えますけど、そうですね、今のこの引き出しの前面部というのがここよりも若干ちょっと奥に下がっている形になります。で、まあ、それはどういうことかというと、まあ、この前面合わせで、作らなかった理由の一つとしては、キュッと最後引っ張ってくれます。引っ張ってくれた時に前板がここにくっついて隙間が見えなくなった方がいいですよという考え方で少し引っ込ませてます。では、前板をここに当てて、でビスで止めていくんですけども、こう出してよいしょと出して止めつけていくと、あれこれってどこで合わせたらいいんだろうっていう風になります。ですので今この状態で両面テープをまずここに貼っ付けてあげましょう。まあ3列ぐらいで、この両面テープもそのまま中に仕込んでしまいます。よくある質問で、前板ってこれボンドつけますかっていう形で聞かれるんですけど、前板にはボンドつけません。というのは前板また反ったり狂ったり、汚くなったりした時に、この大体の家具はそうなんですけれども、一番綺麗な化粧面という部分が交換できるようになってます。テーブルの天板とかもそうですよね。ということでこれはボンドでつけません。まあ何でもいいんですけど、全部完全に締まりきってしまわないように何かまあこういうものを挟んで、で締めてやります。よいしょこの状態でできるだけ引っ込むようにこの前板を合わせてあげると、でグッグッと押してやります。そうすると両面テープとある程度の力で固定されてくれます。引き出します。ではこれをビスで留めていきます。大体でいいと思うんですけれども、ちょうどまず真ん中に2点ぐらいで留めましょうか。ここもいろいろですね、端端端端
と真ん中1点の人もいますし、真ん中も入れて合計6点というふうに留めてあげてもいいと思います。できるだけこの端っこの方を引き出しにぴったりつけてやりたいというような形になります。じゃあまず真ん中から2点留めていきます。はい、でこの時に気をつけていただきたいのは、ここに結局隙間が空いてしまうとかっこ悪く見えてしまいますので、できるだけ、クランプなどで挟んでギュッと押し付けたまま留めてあげてください。これをしっかり押さえつけた状態で打ってやります。押さえつけて、はい、この状態で留めてやる。はい、ではこういう形で取り付きました。はい、で、巻いたのこの反り具合とかにもよると思います。材料、ムクの木とか、あと、SPF とか反りやすい木を使っているとどうしてもちゃんと取り付けてもちょっと反ってしまうということがあります。そこは、その材料次第ということで、判断してください。はい、じゃあこれでちゃんとこういう形で締まりますね。で反対側もこういう形で、はい、しっかりつきました。僕らも実際作っていてたまにうまくいかないこともあります。例えばここの箱自身が、少し反りがあって、ちゃんと、くっつかなかったとか、完全に、垂直水平でなかったとか、そういうこともありますし、前板がちょっと反っていた、もしくはこの引き出しのここが直角じゃなかったとかによって、こんなにぴったりいくということは、あんまりありません。でとりあえずこれで一応かぶせの、取り付け方ということでご説明させてもらいました。で次は、インセットですね。インセットの時にどれぐらい前から控えるかみたいなものと、あとは他の種類のスライドレールです。底付けのもの、あとバンダニアの、スライドレール、その最後に、できたらその修正方法ですね。結構この修正方法っていうのはなかなか難しいです。僕ら自身もなかなか手こずるときありますね。何が原因かっていうのを見極めて直す方法というのをお伝えしようと思います。大きく分けて、例えばこうレールがこうなっていたら一番最悪ですね。こういうふうにレールが互い違いになっていたら結構最悪です。もしくはこの箱自体がこうキュッとなっていて奥に行くほどきついだとか、そもそも引き出しの寸法が横に足りない、もしくは、引き出しがきつすぎたとか、そういった場合の調整方法というのをまた改めて、動画にさせていただこうと思います。はい、じゃあとりあえず今日はここまでで、次の動画をお楽しみにしてください。はい、ありがとうございました。